これから俗日本の身体芸術とは、評論家の志賀信夫さんにお越しいただきまして、そのあたりをちょっと熱く語り合いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。これでちょっとね、今日はマイクがないんで、後ろの方の方聞こえなかったら手を挙げて、ください。ということで、マイクを持ってまいりました。なるほど、聞こえますか？今やってるのは特徴なんですけども、パフォーマンスという形でやったり、それがそういう一つのきっかけなんです。で、舞踏っていうのはじゃあ何なんだろうなっていうことを見てくると、実は作成さんという今80になろうという、美術批評、そこの中で風倉翔さんという座ってるような椅子 で横に倒れる、バタッとで、またね、起き上がって、はい、マットって言ったら分かんないんですけど、どれがマットか分からないけれども、そういうもの銀座の街を掃除するパフォーマンスをやったりとか、そういうこと。舞踏っていうのは、聞こえますか？舞踏というのは本当そういう意味で、僕も大野和夫さんの舞台を見たんですけれども、息子さんの大野義人さん、もう車椅子でしか動けないので、押されてきて、何をやるかというと、こういう。蝶々ですかね、これね。なんか花ですか。物を花か何か持って上に放つような。そうですね。そういう動きだけで、それでも なんかやっぱ独特の世界を作り出す。もう寺田交換なんかになると言うと、やはり元々って元々は軍隊用語なんですけど、そこから入って政治も全員。どうもありがとうございました。ということで、パフォーマンスとは何かということなんですが、わかんないですね、やっぱりね。ということで、DJ 内山。